先日あの一流坂道評論家のタモリさんが長崎をブラタモリしてました。私も番組見ました。ズバリ言ってもいいですか？知らないことばっかりだった。あ、そうなんですね。いや知らないんだって意外と。だってさ、俺18歳で長崎出てるから、はい、18歳の時の視野しかないわけですよ。はい、情報も友人も、まあそうね、狭いわけですよ。だからね、今並さんもそうだけど、はい、チェリー清水さんもそうだけど、地方出身者でしょ。はい、北九州、小倉、北九州ですね。北九州、はい、で清水さんは群馬、実は知らないんですよ、はい、若い時に出てきちゃってるから、うん、だから逆にすごい勉強になって、ブラタモリ見て、あれでもうなんか観光マップとか作った方がいいんじゃないかなと思っちゃって、タモさんのやつ。そうです、うん、同じとこ歩くだけで、うん、楽しいですね、あれ。楽しい楽しい。ミュージックセッションスペシャル出た時、ちょうどタモさん言ってたんですよ、この間長崎行ってきたよ、うん、タクシー乗るとさ、福山雅治ん家に連れて行かれるんだよな。タモリさんまで。そうそう、もうねやめてくれと思って、タモさんを俺ん家に連れて行くのはまあ嬉しいけど、ちょっと嬉しい、恥ずかしいですよ。そうですね、タモさんまで連れて行かなくてもいいだろうと思って、うん、来るなら来るって、連れて行くなら連れて行く、事前になんか用意したいもん、タモさん来るんだって。そうですね、タモリさんですからね。本当に